演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのふんわりワッフルいちごを食べたいと思います。ワッフルというのがいきなりですね。で、こちらのワッフル、なんと初めから中身が出てるんですよね。なんかこういうワッフルってあんまり見ないですね。ワッフルでクレープみたいな感じがします。では、これを割ると間違いなくクリームがこぼれるので、このままいただきます。この甘酸っぱさ、やっぱりイチゴはすごい。ワッフルは本当にふんわりしていて、ちょっと食感を味わうものがありますね。それで歯ごたえがあるというのもまた良かったです。中のイチゴ、クリームはさっぱりしていて、甘酸っぱく、程よく甘いという感覚を口の中に届けてくれました。これだけいっぱいいろんなものが入っているのに、それがうまくまとまっているというのはすごいですね。というわけで、こちらの点数を忘れてありました。他のフルーツでも食べてみたい、そういうワッフルでしたよ。ではツバメほど少年見るや純粋な、ツバメの目には純粋な少年しか映らないのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。